ちょっとマンズ寄せそうですね、金子さん。しかし、マンズ寄せるで思い出してる、サイフォンキンバカホンって聞かないですね。バカ、誰ですか？いや、バカホンという、はい、言い方ですか？言い方を、本一ですか？やっぱりあんまりしなくなったんでマンすかズに寄ね。ってきやっましてたよ、ま金す子さん。ね。最近はもう、一発裏ドラで、あんまり本一はもう、フォンパがね、フォンパ叩いて残酷でもやらないというふうな考えが相当強く残ってるんですけど、強く残ってるとかそういうのは主流になってきたんですけど、バカホンっていうのは今一発裏ドラマージャン。すごいですねこれ。金子さん、これ医者点ですか？ これ本流ですね、金子さんこの。れ6級1、6級1流派、チー1パーマン、イズ1でもチートイズもいいっていう形ですごい広いこ医れは者す点ごいじですゃね。ない。G1 パン、あ、ぜ、ウーアイ6が級全1部ででもすいいんでか。すよ。ウーアイが全部 OK いなんでや、すね。2万3万はダメなんだけど、2万あ、3そうか万はそうダメか。なんだけど、もうどうにでもなる。もうたらくことはないでしょうね。それたはださすがにないでしょ。Q1 が3枚出ちゃってるから、どうなんだろうね。かえって G1 パーマ流派か、あるいはチートの方が上がれるんだろうね。リトさんもここからですよね。それでサブロ Q はなってるでしょ。ええ。もうほとんどないような町っていうか、受けがサブロ Q はほとんどないですからね、ももうそこで騙されやすいと言いますか。う。あ、テンパりまあ、したな。これはいい。名名本短チー期。ト。これ一番いい形じゃないですか。ペイっていうそうのですは、ね。ペイは安シ藤ョンさんパ、が統一なんですよシね。ョンパですか。ええ。ションパイ統一だから、そう簡単には出てくるあれじゃないですけど、安藤さんも医なん者か点ですいいか。シャですね、中途半端ですね。あれ、これどうするんでしょう。あ、シャンプーに来ましたね。こっちの方が上がれるんじゃないですか。あともいい、なんとも言えないですね。Q1 が上がりきれてるということは、パーマは浮きやすい牌ですからね。追いつきましたね、追いつシきスまテしィたね。電光石火ですね。こうなるとペイを出した金子さんが良かったのか悪かったのか。伊藤さんにも入りましたね。これ、あ、たった一夜で変わりましたね。1。サブロー1、6番までもまだ生きてるんですか？6番場に1枚だけ生きてますね。生きてますね。ええ、これはでも予想外の展開になりましたね。たった一杯で。この流派は安藤さんどうするの、打つんですか？やっぱりもう嫌いない。もう仕掛けた限り行くんでしょうね。あんなとも行きますね。トイトリーさん、トイトリーにしました。リーチの現物のサブローそれおとなしくって考えるんですね。積もりました。これは面品積も一通裏一。3600円です。金なんですか。三千六千面品積も一通裏ドラ一個パーマンですよね。本場3000円です。うん。